ハローハローハロー、皆さんこんにちは。ティンカスチャンネルへようこそ。はい、本日は12月になりました。2022年12月1日木曜日になりました。皆様いかがお過ごしでいらっしゃいますでしょうか。はい、ティンカーズはですね、ティンカーは私はですね、ちょっと食中毒にあっていまして寝込んだりしてました。まあ月末を迎えた私ですが、皆さん無事にお過ごしいただけていますでしょうか。はい、まあ新月を迎えて、まあすっきりと生まれ変わるということで、ちょっといい感じにデトックスできたのかなっていうふうに自分ではポジティブに考えております。はい、そんな中、昨日ですね、ジョセフ・ティテルさん早速新しい動画を、配信なさっておりまして、火曜日配信ですね。こちらが Dire Warning Predictions It's About to Strike Hard という題名の動画になってます。はい、でこちらをお届けするんですけれども、まず最初にいつものようにですね、ティンカースチャンネルの番組の趣旨のご説明させていただきます。ティンカースチャンネルはですね、皆さんに、もっと日常的にですね、深く考えて生きていこうということで始めた、番組でして、皆さんにですね、考えるきっかけとなる情報をシェアさせていただいております。考えるきっかけのシェアなので、別にティンカースチャンネルではですね、答えをシェアするということはしておりません。なので、ティンカースチャンネルでは、これが正しい、1たす2は3だっていうような、そういった、なんていうのかね、こう、答えっていうのを、これが正しいです、はい、終わりですっていうような感じの番組ではないんですね。なので、情報をシェアして、皆さんがご視聴いただいて、その情報を知っていただいて、あ、この情報なんだろうっていうことで、考えていただいて、調べていただいて、自分の中で情報消化、情報精査をしていただくというプロセスができるようなきっかけを、シェアできればなということで、始めた番組になっておりますので、まあ、その辺ですね、あらかじめ、ご了承いただければと思います。はい。で、ティンカースチャンネルでは主に、海外ですとか日本に、あんまり伝わってこないような情報、まあ、日本のテレビですとか大手メディアではあまり流れないような情報っていうのをちょっと出して皆さんに考えていただくというような感じが多いかなとは思います。でたまに今日本のニュースもちょっと突っ込んでみたりとかしたりします。はい、はい、そんなわけで、ジョセフ・ティテルさんの2022年11月、これ昨日ですね、30日配信の、Dire Warning, Dire Predictions, It's About to Strike Hard、まあ、題名が日本語訳ですと、もう、悲惨な警告予言、もうすぐ、やばいことが起こる、というような題名になってます。でこちらに関しては、また長くなりそうなので、パート1パート2前編後編に分けてお伝えさせていただきたいと思います。なので本日は悲惨な警告予言、もうすぐやばいことが起こる Dire Warning Predictions is about to strike hard。 それでは前編の方をどうぞ。まずはじめにイントロダクションということで、はじめジョセフさんがおっしゃっていたのが、最近実現してしまった、まあ、予言、彼の予言の、事柄をですね挙げておりまして、イランでデモが発生したこと、これは今年1月に予言をなさっておりました。そして中の国で人民が国に対してのプロテストを始めるというのが始まりましたね、ありましたよね、ニュースで。でこれは今年1月に予言したものでした。そして3つ目がウォルマートで乱射事件があったりと、お米の国で銃事件がですね多発しているという状況が発生してますね。これはこの前、まあ、そういった予言してましたよね。で4つ目、ディズニーストアが数百店舗とリテールストアが閉店をしている状況だというふうにおっしゃってました。まあ、これはちょっと私が配信を始めてからの予言ではちょっと出てきたかちょっと覚えてないですけれども、予言をしていたと。で、まあ、こちら5個目が、食糧難、何々不足が深刻化していること。まあ、これはまあ毎回言ってらっしゃいますけれども、まあ、およそ2年前から予言をしていたことになります。まあ、この他にもたくさんですね、あのジョセフさんの予言叶ってしまっている、まあ、現実化してしまっていることがたくさんあるんですけれども、彼はですね、あの最初にこの5点を挙げていらっしゃいました。はい、まあ、こうしてあのこう予言を見て過ごしていくと、まあ、細かく当たっているところもあるし、まあ、ざっくりと当たっているところもあるので、あのすごく、まあ、恐るべしサイキック能力なんですけれども、まあ、当たる当たらないという視点だけでこうティンカスチャンネルでは皆さんに見ていただくのではなく、まあ、これを、まあ、きっかけにですね、よく考えて自分なりに調べていただいたりとか、世界の動きをですね自分なりに考察してみたりですとか、そういうふうにあのしていただければと思います。でジョセフさんはですね、あのいつも言ってらっしゃるんですけれども、まあ、こういった能力っていうのは、まあ、スピリットと交信するっていうことはですね、皆さんに備わった能力らしいんですね。で、まあ、きっとですね、自分の直感を磨いて自分軸をですねしっかり持っていることっていうのが自分の能力の開発の近道なのかもしれないのかなっていうふうにはティンカーズ自身はですねちょっと思ってます。ティンカーズ自身は思ってます。で、これからお話ししていくことということでジョセフさんがおっしゃっておりまして、世界で何が起きてしまうのか、
他にはどのような予言があるのか、新しい予言ですね、何を知っていればいいのか、どのように備えることができるのか、などなど盛りだくさんでお話をしていきますというふうにおっしゃっております。2022年もうすぐ暮れですので終わってしまいますけれども、2022年いろいろありましたねという話をしておりまして、まあ、これからがですね前途多難だというふうにジョセフさんはおっしゃっております。でまずはですね2022年12月来月、まあ、今月ですね、まあ、今月から2023年1月にですね結構困難が、まあ、激動の時を迎えて、で23年からかなりやばいことになっていくというふうに予言をしております。で今回お話しすること、まあ、もちろんですね中の国の、国と人民の戦いが始まっている感じの話と、中の国と、まあ、台湾のお話だったり、まあ、巨大な火山の活動のお話で、冬の流行り病のお話、まあ、鳥のですね流行り病ですとか、そういうのもいろいろあるのでお話ししていきますというふうにおっしゃっております。まずはじめに11月という月、まあ、終わってしまいましたけれども、まあ、11月は怖いこともですねかなり起きましたので、そのせいで恐怖に苛まれてしまった方も多いかもしれませんというふうにおっしゃっておりました。ですが、世界はですね全て陰陽、まあ、プラスとマイナスのバランスで成り立っているというふうにジョセフさんはおっしゃっておりまして、まあ、全ての事柄には、まあ、陰陽のバランス、陰陽のエネルギーが生まれているというふうにジョセフさんはお話ししています。したがって今巻き起こっているマイナスのことはいずれプラスになるということだったり、マイナスのことの中にもですねプラスマイナスがあったりというふうに、まあ、あるそういったことがあるというふうに言っております。でジョセフさんがおっしゃっているのは、まあ、11月は予言していたようにですねジェットコースターのような月でしたねというふうにおっしゃっておりまして、いろんな感情や過去のわだかまりに悩まされてしまった方も多かったのではないでしょうかというふうにおっしゃっております。まあ、過去のわだかまりも理解解消できるように精神を養うための試練の月でしたねというふうにおっしゃっておりました。で早速中の国のですね話題に進みたいと思います。で、まあ、陰陽のバランスがどういうことなのかというところもあるんですけれども、まあ、ジョセフさんはですね中の国をちょっと例にとってお話ししていきますというふうにおっしゃっております。最近、まあ、中の国では先ほども言いましたけれども、人民が立ち上がり国に対しての抗議、まあ、プロテストを始めたニュースというのが広まったのは皆さんご存知でしょうかというふうにジョセフさんは問いかけております。まあ、今まで国のルールに管理され、まあ、制圧され、まあ奴隷のように扱われていた中の国の人民たち、まあ、奴隷といったら失礼かもしれないですけれども、まあ、あまりこう自由がない、まあ、全体主義ですかねの人民たちが立ち上がったという、まあ、ニュースになるんですね。で、私が見ていると大半のニュース、結構多くのニュースがですねその567流行り病のそういったロックのダウンが嫌だとか、まあ、そう規制が嫌だということに不満を抱えたその人民たちが不満爆発で抗議しているというふうに報道されているみたいなんですけれども、はたまた違う報道もありまして、これは国が人民たちをですね制圧している、まあ、独裁しているこういった政策というか国の姿が嫌だということで、人々がその不満をこうぶちまけてしまったということでもあるという報道もありますよね。で、まあ、メディアではこのプロテストというのがですね悪いことのように報道しています。まあ大事、まあ、確かに大事ですよね、まあ、大変だなっていう感じで報道して、まあ、悪いことの、まあ、ネガティブな感じで報道しているところが多いというふうにジョセフさんはおっしゃっておりまして、で彼らはですね自らが罰されるすごいもう結構罰せられる国だと思うので、まあ、処刑されかねないんですよね。そういったリスクを負ってまで、まあ、決死の覚悟でですね行動を起こしている彼らなんですね。そういうことをジョセフさんはおっしゃっておりまして、なぜなら、まあ、彼らはきっとですね子供のため、孫のため、まあ、未来のため、自分たちの生活自由のために誰かが行動を起こさないといけないっていう気持ちから、まあ、立ち上がってそういったプロテストが起こったのでしょうというふうにジョセフさんは感じているそうです。でジョセフさんがおっしゃっているのがですね、自分たちの権利を主張することの何が悪なのかというふうに皆さんに問いかけておりまして、まあ、人間はある一定の限度まで達すると我慢ができなくなるものですよね。まあ、自然にそうですよね。でそれはまるで熱に耐えられなくなって弾けてしまうポップコーンのようだというふうにジョセフさんはちょっと例えていらっしゃいました。まあ、確かにそんな感じですよね。まあ、人は制限されたりですとか強制されたりするとやっぱり限度がありますよね。まあ、そういうことを、まあ、彼はおっしゃりたいのかなというふうには私は思います。はい、続けます。で、ジョセフさんがおっしゃっているのが中の国で起きていることは、まあ、中の国の外世界で起きても同じ結果になるでしょうというふうにジョセフさんは予期しているそうです。まあ、それはそうですよね。同じ人間ですから、まあ、こういったことが私たちの世界で起こってもですね同じ結果になるんじゃないかというふうにおっしゃっております。まあ、人間が管理されるにはその限度があるので、まあ、人々が管理社会にストレスを感じるのは、まあ、自然のことですよね。で、まあ、管理された挙句に自分たちの努力ですとか、まあ、功績は、まあ、選ばれし人たち、
まあ、エリート世界のもう一握りのエリートたちの利益となっていくっていうのが構図になってますよね。今私たちが全部努力したもの全部がこう私たちの手に入ってくるわけじゃないですよね。税金が取られたりですとか、まあ、買うものお買い物しても消費税がかかるし、何をしても税金がかかりますよね。で、まあ、私たちは、まあ、働きありのようにこう肉体労働ですとか、まあ、そういった、ね、労働をして稼いだお金で暮らしているんですけれども、まあ、それがですね極端な形になってしまった場合、極端に管理されてそういった生活を虐げられている場合はもちろんですね不平不満を感じることも、まあ、きっと大いなるその爆発の一因なのでしょうというふうにジョセフさんはおっしゃっておりました。まあ、ここでジョセフさんが、まあ、例に挙げているのがですね、まあ、こういったプロテストですとか行動を起こすと、日本とはちょっと違いますけれども中の国ではやはり結構な刑罰がありますよね。で、まあ、そうなってくると犠牲になってくる人もたくさん出るのではないかというふうに彼は考えています。で、ジョセフさんが考えるには、まあ、国の制圧という形というのはですね何百年も前昔から、まあ、世界中でありますよね。歴史の中で、まあ、それは人種の違いで大量虐丸々されたりですとか逆の32ですよね、大量逆32、大量逆32、ちょっと隠語使いますけれどもされたりとか、あとはまあヨーロッパのホロマルストもそうですよね。この丸のところには子が入ります。ホロストもですね何百万人も犠牲になってしまったっていう、まあ、そういったまあ犠牲に国といいますかその上の独裁者のせいでそういった結果になってしまうという、まあ、歴史というのが私たちの人間社会には過去ありますよね多く、まあ、それをジョセフさんは例に挙げていらっしゃいます。で、ジョセフさんがおっしゃるには残念ながらこれからも大量逆32のようなことは起こるらしくてですね、まあ、2022年という年が、まあ、気づきの年だったというふうにジョセフさんはおっしゃっておりまして、2020にはですね目で見える形でまあことが起こりましたよね。みんなが分かるようにみんながこう何かするというような事態が起こりましたよね、567のせいで。で、今までの過去に起こった形とは違う形でそれは起きましたよね。で、私たちというのはジョセフさんがおっしゃるには今次の次元へとアセションをしている時らしいです。アセションって皆さんご存知ですか？ちょっと調べていただきたいんですけれども、まあ、精神レベルがこう次の次元にこうアップしていく感じ、イメージ的にはそんな感じですね。でジョセフさんがおっしゃるにはまだ羊飼いに飼われている羊のように過ごしている人もたくさんいますけれども、そのうち狼に吠えつかれるでしょうと、吠えて、ね、行動を起こさないといけないようになっちゃうんじゃないかというふうにおっしゃってまして、まあ、人間がサバイバルするには、まあ、生きていく、まあ、これから生き残っていくにはアセッションすることが必須条件だというふうに彼はおっしゃっております。というのもなぜかというと彼がおっしゃるにはこの間お話しした地球が生まれ変わる、今地球が生まれ変わる時なんですっていうふうに前回の動画でお話ししてましたけれども、なので地球のプレートがすごく動いたり今している活発化していろんなことが起きている時期らしいんですね。で、その新しい地球についていくには人類もアセッションする必要があるからっていうふうにおっしゃってるんですね。ちなみに新しい地球になる年というのはジョセフさんが予言するには2032年らしいです。ジョセフさんがおっしゃるにはなので中の国のように、まあ、熱が変わって弾けるポップコーンのように、まあ、限界を迎えると人々はやがて真実を求めて立ち上がるというふうにおっしゃっております。まあ、自分たちの権利と自由のために立ち上がる人々が増えるというふうにジョセフさんはおっしゃっておりまして、これは中の国に限らず全世界でそういった事例が増えていくというふうにおっしゃっております。で、このような現象ですとか人々の行動というのは通らなければならない道というふうにジョセフさんはおっしゃっておりまして、まあ、その進化するには通らなければいけない道らしくてですね、ジョセフさんが過去2012年に予言していたことの中に世界中の人類が立ち上がる時が来るというのがあったそうなんですけれども、その予言が叶う時っていうのが、その時が来た時っていうのはですね私たちが今まで理解してきたこと知っていることのすべてが変わってしまうらしいんですね、ジョゼさんが言うには。で、その時はその全世界の人類が立ち上がる時が来るという、世界中の人類が立ち上がる時が来るという時がですねもう始まっているというふうにおっしゃってまして、2023年は世界中に、まあ、そういった現象が広まるでしょうというふうにお話ししています。で、スピリットが言うにはですね、
人類が自由と真実の下で生きるために、イランですとか中の国の人々のプロテスト、こういった行動は人類には良い動きというふうにおっしゃってまして、この動きはやがてドミノ倒しのように世界に広がるでしょうというふうにおっしゃっておりました。でジョセフさんがおっしゃっているのですね、特にアメリカ、彼はお米の国の方なので、お米の国はですね、さまざまな製品、売っているもの、商品がメイドインチャイナっていうのが現実ですよね。日本でもメイドインチャイナ多いですよね。中国製ってすごく多いと思います。他の国でも多いと思います。実際多いですよね。で中の国で人民の多くが立ち上がった時、今多く立ち上がってますけども、全体ではないですよね。今ごく一部立ち上がってますけれども、多くの人民が立ち上がって、今までのようなですね、生産ペースっていうのが維持できなくなったらどうなんでしょうかというふうにジョセフさんはおっしゃってまして、そうなった場合物量が滞ってしまう可能性があったりですとか、ジョセフさん曰く、前々から言ってるように、何が起きても大丈夫なように備蓄をして備えることが大事だと釘を刺していました。中国製のものを使っている方ですとか、中国経由で物を得ている方々、そういった方々は必要であればそれを備蓄した方がいいかもしれないですよというふうにおっしゃっておりました。でこの中の国の話、ちょっと長いんですけれども、まだ続きます。中の国ではプロテストをしている人々、人民をこう収容する、罰するためにですね、こう捕まえて収容する場所があるというふうに、あるでしょうというふうにジョセフさんは考えておりまして、なぜかというと中の国ではキリスト教ですとかイスラム教徒に対して、その中の国で暮らしていた方の中でキリスト教徒やイスラム教徒に対して、その中の国の教育、彼らの教育というのをですね、こう強制するといいますか、植え付けるためにとあるキャンプ、その場所にですね、その人たちを送り込むことがあるそうなんですね。それは一般的には強制収容所とは言わないですけれども、やってることはそうなんじゃないかというふうにジョセフさんはおっしゃっておりました。特にそこに送られた人々がどのような結末を迎えるかというのを考えると、そういうふうに思えてなりませんというふうにジョセフさんはお話ししておりました。これに関してはティンカーはちょっとですね、まだ調べていないので、このプロテストをしている方々がこの先どうなっていくのかっていうのは今後注視していきたいとは思っております。皆さんもぜひですね、一般に流れてくる報道を鵜呑みにするのではなく、ちょっと疑問に感じたこと、何事も疑ってですね、ご自身で調べてみていただければなというふうに思います。興味があればなんですけれども。でジョセフさんがおっしゃっていたのが、2010年に、これちょっと YouTube で言うとあれなので、 F-MA キャンプのことを警告していたのを覚えてますか。でジョセフさん自身もあまりこれは言えないので調べてくださいというふうに皆さんにおっしゃっておりまして、なぜそういったキャンプに何億ドルもの血税をですね、費やしているのかというのを皆さんしっかり調べて考えていただきたいですというふうにおっしゃっておりました。ジョセフさんがおっしゃるには、そういった収容、人を収容する場所は世界中にあるといい、各地にあるといい言ってまして、特に中の国は強制、捕まっていられますよね。これもちょっと言ったらあれですけれども、ウーマルグル問題もそうでしたよね。ウーマルグル問題、この丸の中にはイが入ります。ウマルグル問題もそうでしたよね。捕まってましたよね、たくさんの人が。で強制労働ですとか、中の国の教育っていうのを押し付けられたりしてますよね。そういうこともあったりする中で、10年以上も使っていない収容場所を今でも、ちょっと確保しているっていうふうにジョセフさんはおっしゃっておりました。でスピリットがおっしゃっていたというふうにジョセフさんが言っていて、その収容場所、特にアメリカと 中の国とお米の国なんですけれども、お米の国にもありますよね。前なんて言ったんだっけな、ジェイド、でもこれちょっと YouTube で言っちゃいけないかもしれないですけども、ジェイドヘマルム、この丸の中にはルが入りますっていう、なんていうのかな、軍隊の練習みたいな、どうやって人を収容するかっていう訓練があったんですよね。2015年ぐらいかな。これも、F-MA、 この丸の中には E が入ります。この組織が2015年にウォルマートを貸し切ってですね、訓練してたんですよね。ちょっと調べてみてください。知ってる方もいるかもしれないですよね、これを聞いている方は。で先ほども言いましたけども、そのスピリットが言うには、その収容所、特に中の国と、お米の国っていうのは2025年まで、もしくは2025年に使われることに
なるでしょう。だから2025年までに使われるか、もしくは2025年に使われることになるでしょうというふうにジョセフさんのスピリットがおっしゃっているそうです。でジョセフさんが言うには、各大陸にはそのような収容する場所は存在するので、各所で使われるのではないかというふうに思っているそうです。ただジョセフさんが予測するにはですね、中の国でこのような国に対するプロテストが起こると、それをお米の国のせいにしようとする動きが出る可能性があるというふうにおっしゃってまして、でそして、お米の国が立ち上がったことで世界が悪い方向に向かっているというストーリーを作り出すでしょうというふうに予言してます。なのでお米の国のせいでとんでもないことになったじゃないか、どうしてくれるんだ、じゃあそれをやったのはアメリカのせいがどうなんだ、ごちゃごちゃごちゃっていう感じになっていく流れがあるかもしれないというふうにジョセフさんはおっしゃっております。で中の国と台湾に関する予言なんですけれども、中の国が立ち上がり世界が混沌とした状態になると、世界がどうなるかを考えた時、ジョセフさんを心配させるのが台湾だというふうにおっしゃっております。以前に台湾のことを予言した時に、いずれ中の国が台湾に対して行動に出るというふうに言ってましたよね、予言 でジョセフさんがおっしゃるには、国が内側から紛争を起こした時、それがやがて戦の層に発展することが 98% ぐらいの確率であるというふうにジョセフさんはおっしゃってます。で、まあ、引き続きこれも何回目かなんですけれども、ジョセフさんがおっしゃるには、中の国は世界を驚かせることをするでしょうというふうにおっしゃってます。今回もこれ 2,3 回目ですよね。で、まあ、攻撃する相手が台湾ではなくて他の国かもしれないですよねというふうにおっしゃってます。例えばアメリカだったらどうでしょうかというふうに言ってます、まあ、それはないですがというふうにジョセフさんはおっしゃってまして、他の国になる可能性は大いにありますというふうに言ってました。この間はなんかオーストラリアかもしれないとかなんとか言ってましたよね。でも今回はそれは言ってませんでした。でスピリットが今回言っていたのが、第二の真珠湾のようなことが起こる可能性があるでしょうというふうに言っていたそうです。なので不意打ちみたいな形でしてくる可能性もあるという感じですよね。でジョセフさん曰く、スピリットからのこのメッセージは中の国のことを指しているのかもしれませんというふうにおっしゃってました。で続いてカナダの首相のことなんですけども、今回もニュースなどで大々的に報じられたカナダの首相と、中の国の州さんが、会話している映像が、ニュースで流れてましたよね。で結構、州さんがお怒りになってましたよね。で、ジョセフさん曰く、中の国はカナダの首相に憤慨しておりまして、そのカナダの首相をですね、下ろしたいというふうに考えているそうです、中の国は。でここでスピリットが言っていたことというふうにジョセフさんはおっしゃってまして、中の国はカナダの首相を何としても下ろそうとするでしょうというふうに言っているそうです。で実はですね、ジョセフさんは以前からドルトー首相は今後長くは続かないのではないかというふうに言ってましたよね、この間も確か言ってましたよね。でこれに関しては、案32とかそういうのではなく、案丸、これは、丸の中には札ですよね、アン32なのではなさそうですというふうに言ってまして、別の方法で変更になってしまうのではないかというふうにご予言していらっしゃいます。でここでアメリカに関する予言に移るんですけれども、最近は悲しいニュースが多いですよねというふうにジョセフさんおっしゃっております。つい数日前も、お米の国の大手量販店のウォルマートで銃の乱射事件がありましたよね。乱射事件というか、銃撃事件というかありましたよね。で、計6名がですね、ウォルマートで働くそのマネージャーに撃たれて亡くなってしまったというような悲しい事件でした。ジョセフさんがおっしゃるには、数年前に新年の予言でウォルマートが悪魔の巣であるというふうに言っていたのを覚えてますでしょうかというふうにおっしゃってまして、それゆえに暴力や、こういった事件が、起こってしまうというふうにジョセフさんはおっしゃっております。でさらに、ジョセフさんは今年にウォルマートで銃撃があるというふうに予言はしておりました。でこのような予言が実現してしまうということは非常に悲しいというふうにジョセフさんはおっしゃっておりまして、まだこういった事件は続くというふうにジョセフさんはお話ししておりました。かつてですね、前に上がってきたジョセフさんが見たビジョンの中で映画館での銃撃というのが見えたそう、この間も確か言ってましたよね、映画館での銃撃が見えたそうで、それが、起こってしまう、また起こってしまうかもしれないというふうにおっしゃってまして、もしくは映画館があるモールの中で起こる可能性もあるらしいです。キーワードは映画館ですよね、映画、でこのビジョンは、この動画配信の中でですね、この日に見えたそうで、外が寒そうだったらしいです。なぜならそのビジョンの中では木にですね、葉っぱがついてなかった、枯れていた感じだったらしいですね。
でジョセさんが考察するんですね。もしこの予言が実現してしまった場合、この事件が発生してしまった場合っていうのは、この世の中の流れとして映画館イコール危ない場所というイメージを刷り込み始めるかもしれないというふうにおっしゃっておりました。で、残念ながらもしかしたらジョセフさんがおっしゃるには、もしかしたら映画館という場所は今後将来的にはなくなってしまうかもしれないというふうにおっしゃっておりました。これも多分予言だと思うので、数年後にもしかしたらそういった状況にもなってしまうかもしれないですよね。で、なぜならジョセフさんが言うには、なんでそういうふうにしたいかというと、闇の勢力というのはですね、人々にお家にいてほしいから、外にあんまり出歩いたり旅行とかしたりしてほしくないというふうに思っているそうです。闇の勢力は、そういった予感をジョセフさんは持っているそうです。で、スピリットが言っていたことというふうにジョセフさんはおっしゃってまして、事件に関しては2022年は2023年よりまだマイルドな方でした、マイルドな方でしょうというふうにおっしゃってまして、お米の国ではかつてないほどの銃を保持する家庭が増えるというふうにスピリットがおっしゃっていたそうで、それによりまた銃規制法の改正の話が出てくるでしょうというふうにスピリットが言ってたそうです。こうした銃の動きに敏感なのは闇の勢力だというふうにジョセさんはおっしゃっておりまして、彼が言うには、実は彼らは、お米の国の国民がですね、銃を持つことを恐れているらしくてですね、闇の勢力の計画というのは国民に銃を持つことの怖さを植え付けて、国民に武器を持たせず、しかるべき立場の人だけが銃を持つことを許される状態にしたいというふうにジョセさんは言ってました。特に、U の N、 これは脳を抜かしていただいて、 U の N やN-T-O 丸の中には A ですね、がその権利を持つでしょうというふうにジョセさんはおっしゃっておりました。で、ジョセさんがおっしゃるには、数年前から警鐘を鳴らしていますが、その U の N と N-T-O は悪魔の戦士なのですというふうにおっしゃっておりました。ちょっとここで小さいトピックなんですけども、逆上する従業員がお米の国とか世界中で増えるということで、ジョセフさんがおっしゃるには、ホリデーシーズンになっていくについて、ボーナスの時期にもなるというふうになっておりまして、そのボーナスの、に関する不満で暴れる人が出るかもしれないというふうにちょっと予言してまして、そんな、暗闇がですね立ち込めるビジネス業界ですけれども、大手量販店も予定通り、予定通りと言いますか、予言通りの風向きになりつつあるそうです。で、それがジョセフさんが過去に予言をしていたウォルマートの店舗が次々と閉店をしていくというものがありましたよね。で、それが今実現してしまっている状態だというふうにおっしゃってまして、量販店が次々と閉店する事態という状態はウォルマートだけにはとどまらないというふうにジョセフさんはおっしゃっております。で、ジョセフさんのスピリットがおっしゃるには、ウォルマートは一時的に閉店するというふうに言っている店舗もありますけれども、それは一時的ではないでしょう、これはもう閉店ということになるでしょうというふうにジョセフさんのスピリットはおっしゃっています。またジョセフさんはウォルマートに関しては火事に見舞われる大きな店舗があるというふうに予言をしています。で、この予言に関しては以前もしてましたけれども、火事に関してはその他、量販店大手のターゲットという、ターゲットというお店があるんですけども、それも火事になるというふうに予言しておりまして、ターゲットの場合は大きな店舗で火災があって、小さな店舗でさらに火災があるというふうにおっしゃっておりました。ジョセさんがおっしゃるには、以前からお伝えしているように、閉店に関しては量販店だけではなく、スーパーマーケットですとかその他のお店も2022年の12月から2023年初頭にかけて多く、見られるでしょうというふうにおっしゃっております。で、火事に関連してなんですけれども、これはアメリカからちょっと外れますけれども、ジョセさんはヨーロッパのイケアに影響を及ぼす火災があると予言をしております。で、イケア自身が燃えるのではなくて、 IKEA の在庫などに影響を及ぼしてしまいそうな、 IKEA に例えば卸している関係のどこかで火災が発生するかもしれませんというふうにスピリットがおっしゃっていたそうです。で、ここで話題変わりまして、流行り病の予言です。で、この冬は今までよりも流行り病などが横行しそうですねというふうにジョセフさんはおっしゃっております。ジョセフさんが察するにはですね、世界は、去年マスクをしていたから、去年はあまりパーティーをしていなかったから、流行り病など広がらなかったっていうふうに、流行りだしてから報道するかもしれませんというふうにおっしゃっております。そのような報道が大々的に出てくるとですね、恐怖に苛まれる人がまた出てくるっていうのは、自然に出てきますよねっていうふうにおっしゃってまして、で、その流行り病が横行してマスクをしないせいだっていう報道が出る頃にはですね、抗生物質が不足するという事態が発生してしまうでしょうというふうにもジョセフさんはおっしゃっておりました。で、ここで、保険の話なんですけども、インディアナライフ保険の CEO の方が、
とある発言をしていた、とんでもない発言をしていたというふうにジョセフさんはおっしゃっておりまして、インディアナライフインシュランスという会社のですね、保険会社の CEO が言っていたのが、18歳から64歳の死亡率が 40% アップしたという発言。まあ、ジョセフさんの動画配信ではもうここまでに留めておきますというふうに言っていたんですけども、ティンカーの方でこのニュースを見ていたらですね、これはパンデミック前と後の比較をしていたそうです。なので、第3四半期っていうのは、パンデミック前よりも死亡率が 23% 増加して、第4四半期には死亡率が最大で 40% 増加してますというふうに CEO が発言していたというのがニュースに載ってました。で、私が思うには2021年の Q4、まあ、10月から12月というのは、まあ、あの流行り病はもう結構だいぶ落ち着いてましたよね。私だって友達の結婚式とか行きましたもん。その時はあまりそんな死亡とか騒がれてませんでしたよね。でもこの時期って結構みんなチクチク、あの針から出る液体入れてましたよね、体の中に。でそれで結構みんなこう安堵して、結構外出したり増えた時期でしたよね、あの時。その時に死亡率が最大 40% になってたって、じゃあ何で死んでるのって話ですよね、っていうふうに私はちょっと言うまでにしておきます。実際私も何で死んでるのかわからないということにしてますので、これはですね、おいおい多分将来的に分かっていくんじゃないかなというふうに私は思ってます。次なんですけども、ジョセさんがおっしゃるには、新たな流行り病の予言というのがあるそうで、以前よりですね、ジョセさんは次なる鳥インフルエンザみたいなのが発生する、これは作り物か自然発生なのか分かりませんけれどもというふうにおっしゃっておりまして、で去年それが起こった時にも在庫の鳥を活用してたりとかして、その食料の分ですとかそういうのを賄っていたそうなんですけれども、2023年にそれが起こるとまた大量の鳥が破棄されてしまい、さらには養鶏所などではですね、火災などで燃えてしまったりという被害が、まあ、度重なってしまうという予言をしておりまして、ジョセフさん曰く、こうして着々と食料、まあ、着々とですね、計画的に食料なんていうのは起こされていますよね、みたいな話をジョセフさんはおっしゃっておりました。で牛に関しては、まあ、牛肉に関しては8万7千ポンドの牛肉が回収されたという事態も起こったりしてましたよね、というふうにニュースを上げておりまして、ジョセさんは毎回動画で必ず警告してるんですけれども、まあ、食料難は近づいてきているので、備蓄をしっかり皆さんしていきましょうっていうふうに呼びかけておりました。ジョセさん曰く、最近ベトナムで起きたインフルっていうの、鳥インフルっていうのはですね、今後の起こる、世界に巻き起こる兆候です。まあ、食糧難が刻々と深刻さを増しているという兆候になっておりますので、必ず少しずつ皆さん備蓄を心がけましょうというふうに呼びかけておりました。で忘れてはいけないのが、まあ、こういった怖い話はありますけれども、ジョセフさんがおっしゃるには、忘れてはいけないのが引き寄せの法則というのは実際にありますというふうに皆さんにおっしゃっておりまして、で引き寄せの法則というのは皆さんに起こるので、しっかりと宇宙と調和して自分にとって理想の現実を引き寄せるように心がけましょうというふうに言っていらっしゃいました。はい、で今回ですね、前編の方はここまでとさせていただきます。どうでしたでしょうか、悲惨な警告予言、もうすぐやばいことが起こる前編、やばいことが起きそうなことばっかりでしたけども、結構中の国のことと、お米の国のこと中心でしたね今回は、まあ、地震とかそういうよりも、まあ、後半どうなっていくかっていう感じなんですけれども、まだまだ予言が続くみたいなので、後編の方もですね、ぜひ楽しみにしていただければと思います。はい、皆さんいかがだったでしょうか。ちょっとですね、そのインディアナライフ保険の CEO の発言っていうの気になりますね。これはだって解釈の仕方によってはね、多分大半の人がこれ流行り病の567でのせいだっていうふうに簡単に思っちゃいますよね。でもそうじゃなかったらって思ったら、じゃあ何で死んでるのっていうところ考えたくないですけど、考えないといけないですよ。 40% も増加してるってやばいですよね、かなり。超過死亡のこともありますし、皆さん超過死亡のこともですね、ちゃんとチェックして見ていった方がいいと思います。で私の、動画でもですね、超過死亡のことに関してこちらで今画面に載せてますけれども、あげましたので、まあ、ざっくりですね、6月までのデータなんですけれども、こういう状況になってますというデータです。ここでどういうふうに考察して考えていくかっていうのは皆さん次第になりますので、皆さんですね、じっくり自分なりに考察していってみてください。まあ、現実の数字を出しているだけです。で私の方で YouTube で削除されてしまった動画っていうのが1本ありまして、それ以来すごい気をつけてるんですけども、それはですね、違う媒体で出してます。ランブルという
あのサイトがあるんですけども、まあ、概要欄に載せておきますけれども、ランブルの中でですね、私公開してます。なのでどうしてもその注射のこととかで、チクチクのこととかで気になる方、そのみんなが結構チクチクしてしまった P 社の、P 社で働いていた会社の内部告発になります。なのでこれは聞いたらもうちょっとショックですけれども、 YouTube ではそれはシェアしちゃいけませんって言われたので削除されました。ですが、それは私は首をかけてですね、その方が告発した内容なので、シェアさせていただいてます、ランブルで。なのでぜひですね、字幕ついてますので見てください。あんまりこう YouTube で載せようと思ってたので、結構印字とか使ってるので、考えながらご視聴いただければと思います。概要欄に貼っておくので皆さん見てください。はい、この動画いいなと思っていただけましたら、高評価の方で応援の方よろしくお願いいたします。いつもありがとうございます。それと、ティンカスチャンネル、まだまだ若い番組です。皆さんですね、チャンネル登録をしていただけるとすごく心強いです。ありがとうございます。で、余裕があればですね、チャンネル登録した後にチャンネルの名前のティンカースチャンネルの横、右横にですね、ベルマークがあります。鈴のマークがあります。その鈴のマークをポチッと押しておいておくと、私が動画配信した時に携帯電話とか、デバイスに通知が流れてきます。配信されましたよっていう通知が流れてきますので、そういった機能を使いたい方はぜひともベルマークの方を設定しておいていただければ、タイムリーに私の動画を見ることができます。それでは皆さん、ご視聴ありがとうございました。Thank you so much for watching. Thank you so much for listening. Tinker's Channel でした。皆さん、良い一日をお過ごしください。それでは、また。後編まで。バイバイ。